何ですか延長戦って。ルームシェアオナニアルある延長戦、はーい、始まってまいりました。はいはいはい。今回ここのオナリストを塚口さんに来ていただきましたけれども、いや何すか聞いてないんですけどなもうすいません、なえ僕その大した話できないですよマジで。ルームシェアオナニアルある、うわーやられたな。いやお前が言い出してんこれ。はいはいいやもう出し尽くしたけどね。パッカラッカラやで今もう。なんか俺らの家でみたいなのが欲しいなと思って。あ、なるほどなるほど、うん、男4人、うん、このレジハウスの構造上でのルームシェアオナニーあるあるじゃないですけど、うん、あーこれあるわ、ね、あ別にあんま関係ないけどルームシェア、うん、あのやっぱ最近よう言われてる、うん、りょっくんに似てる男優、おあの人が出てくるとやっぱきついっすね。当たったん？うん、もう結構バチバチ活躍してはる方みたいで。絶対無理俺、うん、別に似てへんやん、いけるいけると思うねんけど、やっぱね、無理になります、ね、いやー、そやなー、そりゃそうやわ、勘弁少子は、ほんまそれに類似したことやけどさ、うん、あの、お姉さん系、うん、とお母さん系の動画とかで自分の姉ちゃんとかおかんにちょっとでも似てるパーツがある女優さんは、うん、もう一気に無理になる。そうやな、めっちゃ可愛いなと思っても面影感じた瞬間無理になる、うん、シチュエーションをかぶっててもちょっとうわってなるもん。うん、なんかそう何個上のお姉さんがみたいなさ、うん、あとあれや、君らの元カノに似てたりしてもちょっとあかんわよかった。君らの元カノに似てると、うんうん、あれちょっとなーって感じになるな、うん、よかった。俺今俺逆のこと言われるんかと思ってお前らの元カノに似とったらめっちゃできるっていうこと。いやいやそれはちょっとな、うん、なんかあーいやちょっと悪いなーってなる。悪いなーってなやん。あとあれやわ、あの結構ジョンが女優名叫んでる時あるじゃないですか。はいはいはい。あれをりょっくんが言う場合があるんですよ。りょっくんの好きな女優を言ってるパターンがある。おうおう。Hey Japanese people なんちゃらかんちゃらって女優名さん言うネタがあるんですけど、はいはい、そのネタで出てきた女優さんは僕避けてますね。なんでの？なんかやっぱりりょっくんと共有してんのちょっとちゃうかなと思って俺がこれ言ってやって言って言ってくれた人は全然僕の好きな人なんでいいんですけど、あ頭の中で穴兄弟みたいな。そうそう、それはちょっとちゃうなと思って避けてますわなるほどな、うん、大変やなお前もいろいろと、うん、あとこれ聞きたいことがあって、はいはい、これどうなんすか。これでもまあ使ってないからここにあるわけではあるんで、でも今まで散々送っていただいて、散々って言い方あるやけど、うん、めっちゃ送っていただいたやんか、送っていただいた、はいはい、ほんまに俺使ったことないんよな。おー、いやでもね俺もねこの形ないんよ実は。あそうなん。うん、だって大変ちゃう。うん、こちらはねせっかく僕宛てにいただいたんで使わせていただこうと思ってるんですけど、そポケットテンガっていうちっちゃい袋に入ったやつあるんですけど、うん、あれはめっちゃいいっすよ。あいいんや、うん、あいいんや、めっちゃいい。へえー、だからこれあれやな、うん、処理がさ、そう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 、もう丸分かりやんか、大変なよなそれが、うん、で頑張っていろんな袋にいっぱい詰めて、うん、奥底に沈めるっていうのが大体、うん、っていう思うやんか、うん、ゴミ捨ての時さ、チラッと見える可能性ないんかなっていう。あ、だからゴミ捨ての前日にやって、うん、だから一応奥底って言ったけど奥底は奥底で見える可能性あるから、うん、奥底のゴミの1個上ぐらいに。なるほどね。そう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 、かますんやちょっと一旦、うん、そうそうそう、一応袋にもう包まれてるか分からへんけどな、うん、何かは。まあ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 、そうやな。思い出したわ、うん、あのえ、ないのね。いや、あんまルームシェアもクソもなくて、うん、もう YouTuber あるあるなんですけど、うん、メドリン時のカメラマンさんすげえなって思う。なんかこの状態でもやってるから、しかもこれよりもっとごっついやつね、今これ撮ってるようなやつでやってて、しかもここにライトついてんね。え、ライトついてんの？ここにライトついてて、これで照らしながらやってんのよ。あ、後ろからこうちゃう人がやってるわけじゃなくて、正面。違う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 、もうほんまにその1対1みたいなやつ。あの、なんか仕事やなって思いますね。そう、撮影技術的なことはほんまに思う、うん、カメラワークとか、うん、カメラ何台使ってるのとかさ、画質めっちゃええなこれとかさ、うん、あとモザイク処理な。あ、めっちゃわかる、めっちゃわかる。モザイク処理あれすごいよな。すごいよな。いや、ある程度自動で追跡するやつあんねやろうけど、うん、にしてもやっぱ最終は手動で1フレームごとに編集してるやろうから、うん、いやすごいなって思いますね。やってもちょっとでもな、うん、漏れたらうん、あかんじゃないですか、うんね、そう、すごいよ。あ、そうそう、あ、これメインで言ったらよかったな、ね、あ、これ俺ここやんか寝てる場所、うんうん、でここ撮影部屋なんですよね、はいはいはい、メインカメラが常におるわけですよ。おるよな、うんうん、
なんかドキドキする。ええー。これもしかして回ってる？回ってる。演者。見張られてんちゃうかと。うん。だからこの状態、今のカメラの状態、うんうん、しっかり。あ、モニターな。さあモニターをしっかりパチって返して。うん、はいはいはい。絶対ついてないぞと。うん。うん、その見て、それでもなんかドキドキするで。あ、そうなんや。このごっついカメラがおる下でさ。確かに確かに。だったらドキドキする。そう、面白いっすね。なんか途中で今日はもうええかってなる時あるやんか。まあそれ普通にね、うん、普通に今日は別にあーまあまあええやもう寝ようってなる時あるじゃないですか。そういう時にだからさっきお話したその三つ折りのトイレットペーパーを、うん、これを 何を思ったか、うん、その枕の下とかに置いて俺寝てまう時があるのよ。うわそれやばいやん。そう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 。それでじゃ あのじゃあこのシーン塚君の部屋で撮影しようってなった時にあちょっと枕ずれてみたいなのは結構あるの。え、一回ある。あぶらぶらぶらんみたいな。あるん実際。ん、まあ、多分バレてはないと思うね。へー、絶対分からんわ。ああ、そう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 。みんなオランスキーな。そうそう、もうマジシャンみたいな。隠す時あります、ね。なるほどね。危ない危ないっつって。ああ、その点に関してはもう絶対ここ撮影使うって分かってるから。まあそうやな。もうちゃんとしてるわ、うん、俺。俺ちゃんとしてるわ。ちゃんとて。とはまああれか、キューレジ時代。話かな。あ、キューレジ自体それワンルームでなシェアハウスしてる方もいらっしゃるでしょう。そうそうそう、きっとキューレジ時代はやっぱりお前らおらんくなった瞬間みたいな感じ。それほんま謎やねんな。知らんかった。知らんかったよ。俺キューレジ時代は一回もしこったことない。お前ら買い出し行ってこいっつって OK 編集やっとくわバタンみたいな感じだった。パソコンでな、その時はパソコンでやってましたね。なパソコンでやってたの。パソコン横倒しにしてやった一番いいね。あとはなんかパンツ臭かったりしたらバレんちゃうかなとか思う時あります。匂いね、うん、いやバレへん。俺最初なんかバレるかもしれんなとか思っとってんけどさ、うん、多分バレへんで。バレへん、匂おうと思わんしな別に、うん、あとりょっくんの部屋、うん、臭いからせえ。りょうくんの部屋臭いくて、うん、ほんと気づかんっていうのもあるし、うん、最近りょうくんがねみっちゃんのタンプレでもらった あの香水、うんうん、をつけることによってもう余計わからんくなったから。わけわからんくなってもな、わけわからん匂いになってるから、うん、大丈夫です。あとあれやな、あの精子の匂いで気づくとか言うけど俺は全くわからんのよ。わからんわからんわからん。わかるやんな、男はわからんもんなんかね。これめっちゃ気になってんすよね、女性は気づくみたいな。これみっちゃんに聞きたいよな。あいつこの家で一回もやってないはずやから。確かに実は気づいてるんかもしれんけど。そうやな、気づかんと思うけどな。うーん、ずっと密室はあかんかもしれんね。でもね、あーそうやな、換気とかせん。あ、そう、換気とかはしっかりやってますわ。それこそあリセッシュしちゃったかな。あーてか逆にもう朝まで絶対開けへんとか。あーそう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 、なるほどね。逆に今っていうタイミングでやるみたいな。なんやそれそれは知らんな。あ、まあ森の、木を隠すのなら森の中っていう言葉があるじゃないですか。なるほどなるほど。うん、だから普段の生活で、うん、そのまさか今しこってるわけないやんっていう状況、うん、で逆にそこでしこるみたいな。あんねや、うん、へえ。なんか明らかまだ夕方、うん、とかやのに、うん、りょっくんがコン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 ってやって、うん、で俺ヘッドホンして気づかんくて、うん、んん今後されたぐらいの感じやって、うん、あ入っていいっすかみたいな、あーええよみたいな、うん、なる時なんねんけど、うん、いやその時間はさすがにしこってへんで俺。ああ、ってりょっくんに言いたい。ああ、りょっくんに言いたい。さすがに夕方、一般的な夕方はないで、うん、まあお前らおらん時以外な、うん、お前らおる時は、うん、夕方はないなって、うん、それあえてみたいな時は逆に言いたい。あ、そうなんや、うん、へえ、そう賢いな。めっちゃ頭回るよな、うん、めっちゃ頭回るくせに肝心なとこ抜けたりするよな。そうやんしょ、捨てるのを見せたりとかさ。そうそうそう、あの的外したりな。的外したり、また的外れ、あー外れてもた。あ、だから的外れない。吹き取らないよ。でもみっちゃんすごいな、しこってないっていうのは。無理やもんな、そこは無理やな。でも一人になる時も全然あるからな。あるある。その時ええでとは言ってあんねんけど、まあここまで来たらっていうのもあるんじゃん、心の中で。そのこだわりがないよね。あと家帰った時の気持ちよさ、うん、実家にね、実家に帰った時に
たいなあるんじゃないですか。今みっちゃん帰ってますから今真っただ中かもしれないですね。まあそうですね、うん、みっちゃんしこってるか今。副反応、じゃあ副反応中にしこったらやばいねんけどな。そう、大丈夫かなあいつ。大丈夫かな、ちょっと心配になってきたな。結構クラ、あいつクラクラしとったからな、うん、あれ大丈夫かな。注射した日副反応で、副反応で、あのこの家おったらなんかしんどいそうやから、あのそのまま実家帰ろうかなってなってて。あ、そやから実家帰った。あ、そうそうそう、あ、そうなん。でもそれで実家帰ったイコールしこるになって思ったらダブルパンチで やばい気するけどな。じゃあ今後みっちゃんが動画にあんま出てないってなったら、そういうことです。ちょっとみっちゃん生きてるって聞いてみよう。みっちゃん実家帰りはな、結構闇なとこあるからな。うん、病んだ時とかな、うん、いやでもね、すぐ帰れる家があってよかったよ、うん、みっちゃん生きてる。みっちゃんでも既読ついてない、大丈夫かな。あ、みっちゃん既読遅いやん、いつも。まあ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 、全体ラインで言ってもこいつ反応せえへんのか生きてるっていうとこ。まあ全体ラインでも既読ついてないわ、うん、大丈夫でしょうか。まあ、あいしょ、あいしょ。